さあオリンピック歴代金メダリストが登場します。まずは前回トリノオリンピックラージヒル、そして団体の金メダリストモルゲンシテルン23歳、昨日この札幌ワールドカップ優勝しています。相性がいいですからね。高い飛び出しだです、ね、距離が伸びていく、大きなジャンプ、130m を軽く超えてきました。力強いガッツポーズ。 136m、 距離はオーストリアコッホと同じ距離。いやフライトが高いですね。カメラから出そうですもんね。明らかに画面でも後ろの背景と比べてその高さの違いがお分かりになると思います。それほど、はい、低いポジションからですね、力強く踏み切ってる証拠なんですね。最後はテレマークも決めました。さあポイントでどうでしょうか。画面右下、モルギーことモルゲンシテルンがトップに立っています。